里崎チャンネル。こんにちは。さあ、とうとう上位のウィークポイントを言っていくという、1位に、はい、現時点で 30% 終わって、いやちょっと1位のチームとかウィークポイントあるっていう感じはするんですけどね。それもあえて言う企画ですから、はい、こう僕も、はい、チャレンジしてるわけですよ、はい、そのチームでもあえて探せるのが里崎っていうね、はい、だって別に言わなくてもいいことですからね、もう上位のチームのウィークポイントなんて、はい、だからね、1位のチームとかどんなにひねてくれてるんやっていうのをね、はい、やるっていう企画ですよ。いやでもどこを言ってくるんだろうっていうちょっとワクワク感はねありますけど。やります。はい。じゃあ、はい、まず、はい、2位から。2位から。パ・リーグ。はい。楽天。楽天。19勝15敗。はい、貯金が4。はい、チーム打率が2割6分9厘。うん、パ・リーグ1位。はい。で防御率 4.14 は、パ・リーグ3位ですね。はい。得点は198点なんで、おもうすぐ200点いく、はい、まあ、爆発力ありますよね、うん、ありますね。まあでも、はい、やっぱウィークポイント探していかなきゃいけないじゃないですか。あ、でもちょっともうお分かりですか。あ、はい、まあ、はい、ウィークポイントはこちらです。はい、中継ぎあのファンは多分ね、あのうんうんってねなってると思います。でも今はウィークポイントっていうだけで、はい、前半めちゃくちゃ状態良かったっすか。いやそうですよ、本当もう鉄壁だったんですから、はい、完全な鉄壁 の、はい、あのリレーだったっすけど、うん、まあ、森原がね、はい、まあ、初めて守護神になって、うん、まあ、心的に、まあ、疲れもあるかなっていうところでね、うん、まあ、今2軍に調整中ですけども、はい、でまあシャギはブセニッツ、若干見てて怖いね最近。そうですね、最近ちょっとやっぱ中継ぎがで、ね、ちょっと落としちゃってる、うん、でちょっとなんかバラつきあって、そのね、あのこう絶対的な安心感っていうのが欠けてきてるかなっていうところでね、はい、まあ終盤で逆転されてね、まあオリックス戦ではね、はい、まあ巻き越しっていうところをね、うん、試合もありましたし、はい、まあその中で鶴崎がまだいい形で上がってきたりして、うん、はい、で、まあ、牧田もね、はい、緩急つけたいいピッチングしてるんで、うん、まあいいピッチャーはねいますけど、もうバシッとね、はめ込みたいですね。でやっぱり守護神っていうところが、そうですね、安定感が欲しいんでね、うん、まあ、森原の、まあ、早期ね復帰っていうところか、ウルトラ C としては、はい、松井裕樹がもう一回守護神になるか、うん、いやちょっとそれはどうなんですか。あの先発をやってていきなり抑えにまた戻ってくるっていうのなんかこう体力というか体の作りとか、でも初戦まだ半年しか経ってないですからね。確かにそうですね、うん、いやどうなんだ、ありえるんですかね。それはチームのあれなんで、うん、はい、もうあの片道切符だよと、うん、先発行ったら先発で良くなるまで一応上げないよっていうのかも分かんないし、緊急事態発生って言って、はい、抑えどうかな、本人もやりますってやったらやるのか分かんないですけど、はい、ウルトラCがね、うん、ひょっとしたらシーズンのどっかであるかも分かんない、ね、はい、そうですね。まあでもこの前2軍でもね、先発でいい形で投げれてたんで、はい、まあ、近いうちにね自分の先発の場っていうのがあるかも分かんないですけど、うんうん、そこでもしねうまくはまらなくてその時点でも中継ぎがバタバタしてたら、うん、ひょっとしたらシーズン途中で守護神復帰っていうのもね、うん、まあなきにしもあらずっていうね、もないかな、うん、っていう感じかなと、はい、あえて言うならそうですね、はい、あと打撃陣、はい、ブラッシュ、うん、ブラッシュショック、はい、やっぱブラッシュがちょっと、はい、そうですね、どうしたのっていうね、あの、うん、形ですよね、2割4分5にホームラン2本というかね、形で、ブラッシュ選手で2本っていうのはちょっと寂しい、寂しいですよね、で今はね、浅村が DH 入って、はい、小深田がセカンド守ったりして、うん、やっぱりちょっと、うん、あの得点源が半減してるかなっていうね、はい、相手に与えるやつ、まあ、もちろんね、小深田選手、足に出たらね、脅威はありますけども、まあ、そういったところでね、若干、ブラッシュショックが。そうですね、ここに来て、うん、ウィーラーショック大活躍、はい、ウィーラーだからね、そういうとこ、まあ、これはもう結果論なん で、はい、そうですね、あのいい悪いは別に、うん、なかなか評価できないですけど、はい、まあ、ウィーラーと高梨がね、うん、いてくれたらってね思う楽天ファンの皆さんはね多いかも分かんないですけど、2人とも巨人ですごい活躍してるじゃないですか、ね、だからトレンドってだからいいんでしょ。いいですね。僕はもうこの佐々木チャンネルで何回も言ってますけど、うん、はい、トレードってめちゃくちゃいいことでしょ、うん、その選手に、だから選手、高梨もウィーラーも幸せでしょ、すごい充実した表情で野球してますし、はい、あのね、うん、あの躍動感、はい、ピッチング、素晴らしいじゃないですか、うん、で、ね、楽天でいったら、ひょっとしたら、まあ、今の時期ね、ひょっとしたら1軍上がってきたかも分かんないですけど、うん、状況的にいったらね、はい、当時はその2軍でいてね、うん、だって時に、やっぱり本人としてはね、いいことでしょ、トレードね。はい、
いや、高梨投手のヒーローインタビューなんかすごい生きしてましたね。はい、嬉しいですでも。そうでしょ、教えてくれて。はい、でもね、今の現状のウィークポイントは中継ぎと、はい、フラッシュ復帰しっかり活躍っていうところがね、そうですね、まあ試されますよね。はい、まだまだこれから。はい、じゃあソフトバンク。はい、ソフトバンクどこ1位のチームのウィークポイント探してくるのめっちゃ大変なんですからね。どこでもね、分かってください皆さん、はい、あえてですか。そうですよ、あえて言うんですよね、はい、あえて言うんです。はい、ウィークポイント、うん、先発。まあでもそうです、打撃陣いいですしね。長次はね、はい、モイネロ、うん、森、うん、加山、はい、いい形でね、うん、スタッフも揃って、はい、素晴らしいピッチングがね、うん、できてると思いますけども、はい、打線もね、中村晃が帰ってきて救世主かっていうね、はい、3番柳田、4番中村、うん、打線が止まらないっていうね、はい、ところもありますし、最近周東もね、うん、スタメン出る確率が高くなってるんで、だから盗塁の機会っていうのがね、大層じゃないんで減ってますけども、そういったところでも、あと打率っていう部分もね、上がってきてますし、はい、そういった若手のね、伸びっていうのもね、まあ面白いですよね、はい、だからソフトバンクがね、防御率 3.68 で、パリーグが中では1位ですね。1位か、防御率がね、はい、で打率が2割4分8厘、うん、パリーグでいうと2位、はい、で盗塁20個、ホームラン40発は1位、うん、で得点162は楽天次いで2位、うん、失点137がパリーグ1位ってことね。失点もしてないし、いいところで打ってるっていうね、まとまってますね、はい、その中、うん、あえて言うなら先発っていうね、はい、だからまあ軌道も、まあ、徳島の同郷のね、バンド選手が先発したりとか、はい、若干先発のね、まあ、若手がどんどん、ね、出てくる、いい選手が多いなっていうところはね、見てて楽しいですけど、はい、まあ、若干先発の頭数がね、少ないかなと、うん、まあ、その中でもね、まあ、二保がね、頑張ったりとか、和田がね、はい、ベテランながらいいピッチングしたりっていうのがね、うん、まあ、いいとこ方で回ってますけどね、あと石川とかね、はい、まあ、若干ムーアとかね、うん、もうちょっと頑張れるはずだったけど故障とかね、はい、ありますし、千賀、うん、悪いなりに頑張れてるから、うん、エース、はい、まさにエースだけど、うん、そんな感じじゃないよねっていうね、はい、もっとすごいよねっていうね、千賀、うん、ならね、はい、っていうのもありますし、あえて言うなら先発ですね。まず言っても防御率は1位ですからね。そう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 苦しい、ここも苦しい、あえて言っちゃうのあえて言ってるわけですもんねあえて言うなら、はい、やっぱ先発ですね。そうしたらもうどんどんね、もう単独もう、いやもういい、ゴーンゴーンかからっちゃうっていう。やっぱり今年は6連戦続くんで、はい、先発を6枚ちゃんと必ず6人当てなきゃいけないところが、うん、その頭数揃えなきゃいけないところも各球団難しいんですけど、うんうん、ね、他のチームもソフトバンクよりも先発苦しいところあるやろっていうね、ソフトバンクファンの皆さん分かりますよ。でもこの企画あえて言わなきゃいけない、はい、だから逆に言うとね、そこぐらいしか思いつかない、はい、っていうぐらいソフトバンクが上り調子っていうね、はい、あと、うん、この企画僕サトザキチャンネルやって、はい、一つ大事にしてることが、まあ、自分が発信するっていうのもあるんですけど、ファンの皆さんからのコメント欄で勉強するっていうのもあるんですよ。だからこういうのをね、あえてやっていって、まあ、僕はこう思うけど、ファンの皆さんがあえて言うウィークポイントもコメント欄に書いてほしいんですよ。あ、なるほど。でそうすると、あ、そういうところもあるんだとね、僕も全試合見てますけど、はい、ファンの人の方がもっと注視して見てるじゃないですか、はい、そうなるとファンの人の方が自分の推してるチームのいいところ悪いところってもっと知ってると思うんですよ、うんうん、だから、まあ、今日やる、まあ、上位の楽天ソフトバンク巨人ヤクルトの皆さんは、はい、もし僕が言うことよりも、え、こういうとこもっといいポイントあるよっていうことは、うん、コメント欄で教えてほしいんですよ、はい、そしたら僕の評論家として解説者としての知識も上がるし、はい、あ、確かにそれもあるねっていうのも勉強したいじゃないですか、うん、僕はもうサトザキチャンネルは自分で発信していって、ファンの皆さんに喜んでもらえるコンテンツを作ると同時に、皆さんからのコメントを吸収して僕のレベルを上げようっていうのでもあるんですよ、はい、だからウィンウィンの関係でいきたいんですよ。高め合っていこうっていう。そうなんですよ。だからこれ ね、あえてこういう難しい企画やってるのも、はい、あえてファンの皆さんからのそのチームに対する叱咤激励の意見が欲しいっていうの、はい、でそれによって他の仕事でも活かしていきたいっていうところもあるんで、はい、皆さんどうぞ皆さんの意見も教えてください高めていきましょう。そうなんです。こうすることによってね、はい、また僕もそれを知って勉強しに行って見てきたりしながら、ファンの人とか思うことはこうでしたよとか、うん、こうですよっていうのが言えたらね、うん、ファンの人の知識も上がるわけですから。そうですね。だからお互いを高め合っていきたいですね。だから皆さん、はい、サトザキが、ね、言ってることが違う、他あるよっていうところはコメント欄に載せてください、うん、
全部チェックしてみてるんでね、はい、でお互い高め合っていきましょう、はい、足りないところはねあるんですから。さあ次セリーグヤクルト、はい、ヤクルト簡単です、はい、先発でもこれ去年とかからもずっとね、そうですね、言われたことなんですけど、はい、でもまあ頑張ってはいるんですよ。だってヤクルトもチーム防御率 4.8 に、はい、頑張ってると思ったらセリーグ最下位、うん、チーム打率が2割5分6厘で、はい、1、2、3、4位、うん、で盗塁21が3位のホームラン32は5位、はい、で得点162が2位で、うん、失点179は一番多いというところで、はい、まあ大敗することはありますけど、効率よく点取れてるっていうのもだからまあ全員野球です、はい、誰かが、まあ、もちろんね村上とか青木とか、うん、西浦とか、うん、そのね頑張ってる選手はいますけど、やっぱり全体的に今山田哲人いないですからね。そうですね、まあ、あの山田哲人、あの山田選手がでキャッチャーもね、はい、中村怪我、芝も怪我したりしながらね、いない状況が続いててね、はい、まあ青木もベテランなんでね、毎試合なかなかっていうところもできない、バレンティンもいなくなったっていうところでね、はい、うん、チーム全員の力で、はい、作戦面も含めたチーム力で頑張ってるんですよ、うん、すごい、うん、だからもっと頑張れ先発、ね、はい、っていうところで、まあ、ここヤクルトね、小川が、4勝、うん、0敗、はい、はい、でも防御率 4.21、はい、しかも平均イニング数1試合6イニングしか投げないんで、はい、やっぱ中継ぎへの負担が大きいですよね、うん、だから中継ぎ陣のね、まあ、長谷川、はい、で清水、うん、マクガフ、はい、梅野で石山、うん、中澤とか、はい、もうあの中継ぎ陣の、ね、負担が大きすぎるっていうね、うん、まあ、中継ぎ陣の頑張りがね、なんとか保ててるんで、さすがにあとまだ 70% ぐらい試合残ってるんで、はい、潰れちゃうよっていうね、そうですね、いくらいい中継ぎって言っても、はい、この前の、ね、阪神戦もね、うん、長谷川がピンチで出てきて、うん、最後ね、伊藤を三振取ったストレートとかね、はい、めちゃくちゃいい球でしたし、もうなんとかね、チームの投手陣も総力で頑張ってるんですけど、はい、もうちょっと先発頑張れと、うん、あの高橋奎二、はい、あの昨日か、はい、あの8回投げて、はい、あのね、最高王者だけが投げて、うん、中継ぎ陣を休ませれた、最高、グー、うん、ね、グー言っちゃった、ビッグポイントというところで褒めてる、今日あえて知ったき、ウィークポイントもあったら、バーッと、はい、バーッと動画なんですよね、はい、なんですけど、はい、でもその、あと、まあ、伊野は6試合登板2敗、はい、防御率 9.8 なのでね、はい、ちょっと全体的にもう、なかなか再調整で、まあ、伊野はにしても、はい、あの西武のニールも最初ダメ で、はい、うん、で2軍に行って新しい球種を覚えたりなんかして、うん、で1軍に来てそこから連勝記録作ったんで、はい、井上もねここから勝負で2軍に行ってね、もう1回自分を見つめ直して、うん、まあ、新しい球種習得したりなんかしてね、劇中上がってきた時はね、あのそういう事例もあるわけですから、はい、まあ、ここでねなんと踏ん張ってもらいたいなっていうところもありますし、だって6イニングで6試合で22イニングって言ったら平均3だからね。そう、確かにそうですね。で高梨が5試合で1勝2敗、はい、防御率 5.26、はい、で 25.2 イニング、うん、1試合平均 5イニングね、うん、で、まあ、石川がまあ4試合で2敗というところで、まあ、防御率 6.05、今まあ調整中ですよね、うん、で高橋奎二が4試合で1勝1敗、はい、で 2.28 防御率ね、まあ、昨日良かったですからね、はい、でスアレスが3試合2勝で17イニングで 0.53、 状態良かっただけにね、今ちょっと抹消されているのが、はい、この、 あのスアレスがいないというところもね、ちょっと先発陣嬉しいかな。で、まあ、山田原樹里っていうところも、はい、あのやっぱり平均イニング数が5、6回しか投げないんですよ。うん、やっぱり最低全員とは言わないですけど、はい、3番目上位先発3人に入ってくるピッチャーは、うん、やっぱり7いきたいですね。うん、しかも得点が結構離れてる時っていうのは、やっぱり最初から7ぐらいいける感じで、しっかりスタミナ持てるように投げていかないと、まあそのね、常に7とは言わないですけど、まあ、2回、1回ぐらいはね、7イニング投げて、先発、はい、中継ぎをね、休めれるような投球ができればね、さらに中継ぎ陣のね、調子も上がるだろうし、うん、もうここでね、一気に総力戦でね、投手陣も上がっていく可能性あるんで、はい、さあ、巨人。はい、さあ、いよいよ。巨人はですね、今20勝11敗、うん、2引き分け、貯金9、はい、チーム防御率 3.14 は12球団1位、チーム打率2割6分5厘、はセリーグ3位。で盗塁23はセリーグ2位、ホームラン51本はダントツで12球団1位で、失点106もダントツで12球団1位、はい、で得点166でセリーグ1位という、うん、おお、なんかもうほとんど1位2位3位しかないので、そう、もう全部いいじゃないですか、うん、全部いい、全部いい、あります、んあります、ウィークポイント、ウィークポイント、はい、あるよ、あるんですか
え、全然思いつかないというか、何もないんじゃないかと思っちゃう。そうですね、はい、だってね、選手は休ませながら、はい、いろんな選手を若手も起用して、はい、でその起用した選手がすごい活躍するじゃないですか、はい、であのパーラー一人じゃきついっていうところでね、うん、まあ、モタがね、はい、あの試合がなりましたけど、まあ、そこじゃ物足りないっていうところでね、まあ、モタがモタモタしてたんでね、はい、ウィーラーをね、はい、取ってきたらウィーラー大活躍でしたね、で左欲しいなっち高梨取ったら高梨大活躍 で、うん、で先発がね、短いイニング投げてもそこから小刻みのリレーでね、うん、大江とかね、うん、高梨とか、はい、で最後中川とかね、まあ、含めながらこう小刻みにね、やることなすこと全部ハマってるわけですよね。そんで先発通過のが投げたらね、はい、23イニング連続無失点とかね、うん、あのメルセデスはね負けてもねコーナーついていいピッチングするとか、はい、戸郷がね帽子から新人をね争いになって、うん、まあ、負けてる時もありますけど、はい、試合をまとめてねいいピッチングしていくとか、うん、いいところばっかり、褒めてるじゃないですか。ん、褒めてるじゃないですか。もうですか、今全部褒めてましたよ。そうですか、はい。でもウィークポイントやらなきゃいけないです。そう、あります、ウィークポイント、はい、あります。おー、じゃあもう何ですか。ウィークポイントは、はい、選手が良すぎて使う方が迷って、それが逆にあだとなるっていうあれウィークポイントですか無理やり変わりすぎません何何、え、ちょっと無理やりだって選手が良すぎてって言っちゃってるじゃないですかウィークポイント、はい、めっちゃ探したの、はい、でも、はい、見つかんないわけよやっぱりどんなに探しても、はい、めっちゃ探して、はい、逆に教えてほしいよ、ジェイズのウィンドポイント、ファンの人に、はい、あとは他球団のファンの人、うん、だっていや先発かな、先発するの投げちゃうかと思って、はい、思ったのね、はい、でまあ、今日はね31日は畑が先発するんで、はい、若干頭数足りてないんじゃないみたいな、はい、先発ウィークポイントで言えんじゃないと思って調べたらね、はい、うん、まあ、もちろん菅野がいいわけじゃないですか、はい、でまあ、サンテスがね、まあ、怪我もありましたけど、うん、今いない状態で、はい、あれ先発言うんじゃないと思ったら、はい、メルセデスはね、はい、まあ、2勝3敗ですけど、うん、やっぱりその負けてるだけでピッチング内容めちゃくちゃいいんですよ、はい、戸郷、まあ、戸郷も、現状で言うと、今回ね、まあ、ちょっと負けましたけど、そうそうそう、あれ背番号何だったっけ、あった5試合で3勝2敗、ボール 3.25、はい、うん、負けてもいいピッチングして試合を作ってるんですよ、うん、そうね、打線との噛み合いがあって勝ちきれてないっていうところで、うんうん、まあ、いいピッチングできてるわけじゃないですか、はい、で、まあ、桜井、まあ、5試合2勝1敗っていうところもね、まあ、こうあるかも分かんないですけど、やっぱ見ててもね、まあ、いい感じだなっていうところもありますし、はい、まあ、この前今村ないってね、あんまりだったら、まあ、ここもね6人揃えなきゃいけないんで、うん、まあ、5枚目6枚目がね苦しいかなっていうところはありますけど、はい、それがウィークポイントって、そんなの全球団じゃんってなっちゃうそうですね、別にウィークじゃないっていうしかもね、この前回 の、うん、1ヶ月経った全球団総チェックっていうところで、はい、エラーも少ないとしたらね、うん、ミスもしないわけでしょ、はい、で途中から出ていく松田、重信、うん、はい、守備はいいし、はい、出たら走るし、うん、終盤からの攻撃陣もベンチワーカー総厚いでしょ、うん、でデラロサいなくなって、で抑えどうするんだ問題、はい、中川がめっちゃ感じよく投げれてるでしょ、はい、でその中で大竹もね、うん、いい感じで使って、はい、そのね、9回を1人だけじゃなくて、うん、2人使いながらやっていくとかね、うん、高梨がね、はい、来てここまで多分無安打ですよね。あ、そうですね、多分ジャイアンツに来てね、はい、で投げてるっていうところもありますし、大江、はい、もういいピッチング、うん、え、ないんですけどねで原監督の起用法はね、はい、やることなすことうまくいって、うん、で坂本はね昨日3安打で復調の兆しもあるし、はい、うん、セカンドはね北村使ったりとか、うん、吉川使ったりとか、はい、代打で石川出てきたりとかっていうね、うん、で中島ファーストの陽が代打で出てるね、もう途中から出てくるやつもいいし頭で出てるやつもいいし、はい、えっ、ー、みたいなもう全部褒めちゃってるじゃないですかよし、はい、8月中になんとか探すウィンポイント、はいはい、だって一応ね、未来に向けてのね、不安要素みたいなのを発表しましたからね、うん、それだけ、強いて言ったらね、うん、使う方が良すぎて、迷って逆にそれがあだとなるかも、みたいな、なんか選手の起用法に迷いすぎてみたいな、うん、良すぎてね、良すぎて、うん、だから作詞作に溺れる的な感じがね、はい、あるのかなっていうね、はい、ところしかない。逆に、はい、ジャイアンツファンとかジャイアンツファンじゃない皆さんね、ジャイアンツのウィークポイント教えてほしい、はい、
これは佐々木からのお願いです、はい、今後 の、 あの活動に向けて、はい、っていうところで、はい、まあ、12球団ね、うん、やってきましたけども、はい、まあ、まだ 30% 終わっただけなんで、うん、まあ、ここからね8月でも8月頑張らないと、はい、本当にセ・リーグはクライマックスシーズンないんで昭和ゲームになると思うんでね、うん、もう本当ストップ・ザ・ジャイアンツでね、はい、全球団かかっていかなきゃいけないし、うん、まあ、パ・リーグはねギュッと詰まってるんで、ひょっとしたらこの8月ねまた大きくシャッフルする可能性があるんで、まあ、チームの、ね、ウィークポイントは埋めつつね、はい、あのしっかりした戦いね、また見ながら8月もね楽しみたいと思います。はい。